皆さんこんばんは今回はジャニーズの人気グループ平成ジャンプのメンバーの山田涼介さんについてお話しします山田さんは2人の姉妹がいてとても仲が良いそうですそして難病にまつわる話も調べてみましたまずは軽くプロフィールをご紹介します生年月日1993年5月9日28歳出身地東京都身長 164cm 血液型 B 型職業アイドル歌手俳優タレント山田さんの父親は飲食店に勤めているそうでちょい悪親父を気取る面白い父親と山田さんに言われる父親は生まれた瞬間にジャニーズに入れると言っていたそうですそして現在の仕事に就く前は車掌をしていて どこの鉄道会社なのかまでは情報がありませんが山田さんの出身中学校などから小田急電鉄ではないかという噂がありました山田さんが芸能人になるきっかけを作ったのは母親なんだそうで山田さんは以前はサッカー選手を目指していたそうですが近畿キ,キ,キッズのコンサートに連れて行ったりとジャニーズに関心を持たせたところ 山田さんもジャニーズに興味を持ったそ,うですそして母親と姉が履歴書を送り2004年の行われた公開オーディションで見事合格しましたしかし仕事のことで壁にぶつかる山田さんを見て母親は責任を感じていたそうです山田さんは初めは勝手に履歴書を送られたことを嫌がっていたそうですが 今では天職だと思えるくらい仕事が好きになり母親に感謝しているそうですちなみに山田さんの母親はかなりの美人だそうで昔は兄弟に間違われることもあったそうですきっと山田さんに似て綺麗な方なんでしょうね山田さんの姉は読者モデルの山田千尋で千尋さんは人気ファッション雑誌のキャンキャンやビビで読者モデルとして 活躍しているそうです千尋さんは1991年生まれだそうで山田さんとは2歳離れた兄弟になりますね千尋さんは学児童保育の勤務経験や動物好きが高じて2017年には「ありがとう、兄ちゃん」という動物をテーマにした絵本を出版したそうですまた2018年には「アナザーシー」という アパレルブランドを期間限定で展開するなど、マルチに活躍されているようです。プライベートも充実していて、2016年に一般男性の方と結婚されました。山田さんは結婚式当日にミュージックステーションの生放送が控えていて結婚式の参列も危ぶまれましたが、無事に参列することができたようで、兄弟のツーショットはダイヤモンド兄弟と。 ファンの間でで話題になっているそうです。そして妹は山田美咲さんという名前で一般人の方なんだそうです。そして美咲さんは日本で10人しかいないような難病指定される病と闘病していました。山田さんの妹が難病であることは2015年の24時間スペシャルドラマ「母さん、俺は大丈夫の」の主演を務めた際のインタビューで明かされました。 ドラマ内で山田さんは脳腫瘍と戦う役を演じていて、難病と戦う役柄に妹さんを重ねたのかもしれません。山田さんは美咲さんをとても可愛がっているようで、美咲さんも自慢のお兄ちゃんと話しているそうです。そして毎年、山田さんの誕生日に手紙を送るそうで、その手紙にとても励まされ力になっているそうです。 美咲さんも山田さんがテレビで活躍する姿を見るのがとても楽しみで闘病中の希望になっていたそうです山田さんはアイドルを続ける理由の一つに妹のように病気と戦っている人に少しでも元気を与えたいという思いがあるようです2019年8月2日に放送された「徹子の部屋」に出演し妹の病気の真相について話していました 三崎さんは骨にずっと影があり骨を溶かしてしまう骨の癌なんだそうです三崎さんの闘病は幼稚園から高校生まで続きましたが体調は完全完治とまではいかないものの体調は良いそうでいつ再発するかわかりませんが元気にしているそうですそして上野動物園で勤務しているとの噂が回っていて そそれを目的にに動物園に行くファンの方もいるそうです実際に働いているか分かりませんが上野動物園で勤務しているとしたらハードな仕事ができるほどに回復していることから山田さんもきっと安心ししているでしょうねちなみに姉の千尋さんの結婚式に山田さんと美咲さんの2人からサプライズプレゼントとしてお花のブレスレットを渡したそうです。 そんな山田さんの父親がフランス人とのハーフで山田さんがクォーターという噂がありますかなり美系の山田さんですので外国の血が混ざっているように見えなくもありませんしかし山田さんは父親も母親も日本人で純日本人です父親は日本人離れした顔立ちなんだそうでこのような噂が立ってしまったのかもですね おそらく山田さんは美人と言われている、母親になのではないかと推測されます。そして山田さんはとても家族思いで知られています。自他共に認めるマザコンと言われているそうで、2012年に放送されたドラマ「理想の息子の」のイメージが残っている方も多いのではないでしょうか。ドラマで演じた三度の飯より母ちゃんが好きという可愛いマザコン役に。 ファンになる奥様が続出したそうです山田さんの母親の情報はほとんどないのですが2015年に山田さんとペアルックで買い物デートをしてる様子がスクープされました母親は25歳の時に山田さんを出産していて2015年時点で47歳だったそうですが彼女と間違えられるほど若々しく見えたそうです しかも2人ともモノトーンの洋服に黒の大きめのハットをかぶっていてまるでペアルックでしたカップルに見えても不思議ではありませんねちなみに親子デートの現場は六本木ヒルズのザラだったそうで店内では決して目立つ服装でなかったにもかかわらずものすごいオーラを放っていたそうですそんな山田さんの父親は脱サラをしてなんと焼肉屋を始めたそうです 経営者といううわけでではなかったようですが、週刊誌に父親の店が報道されると山田涼介のお父さんが働いているという噂が瞬く間に広がってしまったそうですその店というのが渋谷駅からすぐの新鮮駅にある長いでという人気焼肉チェーン店だそうで食べログの口コミも高評価なんだそうですすぐにファンが駆けつけ山田さんの父親は「 とても丁寧に対応してくれたそうなんですがそれが逆にお店を混雑にしてしまうこととなり父親はこの店を辞めてしまったそうです幼少期は天使と呼ばれていた山田さんは番組で家族の話をするときはとても嬉しそうで家族仲が良いことがわかりますね最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです またお会いしましょう。